こんにちは、1月13日水曜日のお昼でございます。平山茂と申します。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、今更なんですけれども初詣に行こうかなと。初詣に行きます。行く場所は熱田神宮でございます。ちょっとたまりにたまったですね、お札とかお守りがいろいろありますので、そちらをねちょっとお返しに行きたいなと思っております。私はですね、普段軽貨物の配送業を営んでいるんですけれども、年末にね名古屋に引っ越したというか実家に戻ったというタイミングで一旦仕事を辞めまして、新たにですね名古屋でまた仕事を軽配送の仕事をするということなんですけれども、いろいろ書類の不備などがございまして、まだ名古屋のナンバープレートを取得できていないというところで、ちょっと新しい仕事がまだできない状態でございます。この平日のね昼間にこいつは何してるんだと、そんな感じで思う方もいらっしゃると思ったので、ちょっと補足として説明させていただきます。それでは熱田神宮に向かいたいと思います。それでは始まり始まり。さあ熱田神宮に間もなく到着いたします。確かね無料の駐車場があるはず。なんか今まで熱田神宮は、まあ、駅からね本当道路1本渡ったら、ダメだ、めっちゃ渋滞してる。どうしよう。めっちゃ渋滞してた。マジで？マジか。まあいいか。ちょっと待てよ。無料の駐車場がっていうちょっとね説明をしようと思ったらめちゃくちゃ並んでましたね。行列ができてましたね。車の行列が。駐車場見つけました。1時間200円、安いですね。安い。いろいろ過去にたまったですね、まあお守り、まあ、金運とかこういうね金運のお守りとかいろいろいろんな場所行ってねいろんなお守りとかも買いました。ほんといろいろありますね。まあでもまずはこうお札かなと。もともと持ってた、明治神宮と前に住んでた自由が丘熊野神社のお札をね、これをお返ししようかなという感じですね。全部返さないといけないんですか？ちょっと分かんないんですけど、あの出雲大社行った時とかにね、神有月にこう出雲大社で買ったじゃない、これもらったやつですね。これはなんかお気に入りなので今回はお返しせずにこのまま持っとこうかなと思います。あとはまあお守り系は一回お返ししようかな。鶴岡八幡宮とかね、まあまあ明治神宮もあります。千葉のね方も行きましたよ。大阪のも行きました。ほんといろいろということでちょっと行ってきます。中で撮影ができるかわからないんですけども、まあとりあえずねありがとうございましたということで、そして今年からはね熱田神宮さんよろしくということで行ってきたいと思います。今私がいるのはこの第一鳥居がある南門、正門ですね。正門から入ってます。ここが正門ということで、第一鳥居、第二鳥居、第三鳥居があっての本宮という形でございますね。入り口は3つありまして、この南門、正門とこの西門、西側と東側のこの東門、正門。電車で来るときはこの東門ですね。東側にこの名鉄電車の駅があります。名鉄神宮前というね、まあ、地下鉄もありますね。
第1鳥居から第2、第3と本宮に向かって向かいたいと思います。ちなみにこのお守りお札を返すところはどこにあるんでしょうか。ちょっと分かりませんが行ってみます。急に何ですか、これは。これは何なの。今行ったのはここですね。ここに謎の銅像があったところですね。ここに草薙広場ができるんですね。令和3年秋。これは楽しみですね。さあ第2鳥居をくぐらせていただきます。この謎の塀は何だ。すみません、タイマー一つお願いします。はい、ただいま。はい、熱田神宮参拝が終了いたしました。新たにですね、こちらのお札を購入させていただきました。そして、お参りもしっかりさせていただきました。改めてなんですけれども、この動画を見てくれている方がね、少しでも大丈夫だよって自分自身で思っていただけるようにですね、願ってまいりました。少しでもたくさんの人が元気に、そして自分は大丈夫だと思えるように願っております。そしてこの世の中から悪魔よ立ち去れと、そう強く願ってまいりました。まあ、でも本当にいい参拝日和となりました。また動画ね、上げていきますので、引き続きまた明日以降もよろしくお願いいたします。今日は熱田神宮参拝という感じで、
今日もノープランでしたがやらせていただきました。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。また明日。おやすみなさい。まだ寝ないかな。また明日ということで。さよなら。